日本神奈川県川崎市宮前区菅岡急。菅岡急は川崎市宮前区の町名。1989年9月25日に住居表示実施に伴う町名整理により設置された。郵便番号は216-0014。面積は0.327平方キロメートル。宮前区の北西部に位置する。一帯は住宅地となっているほか、 川崎ス沢氏が峰営業所や防衛装備庁官邸装備研究所川崎支所などが所在する。菅尾家級の北部では多摩区長沢と東部から南東部にかけて菅尾と接する。南西部では水卓と西部では塩見台と接する。江戸時代までの当地は大野原という入海地となっていたが、教皇期に江戸麻布にあった。 天津寺の住職、甲岳が当地を買い取って、神殿開発を行い、天津寺に行ったとして独立した。ただし、住居は天津寺の世のみで、工作は近隣の農民が行い、村政もしも菅尾村の名主が行っていた。その開発の経緯から、霊衆山にちなんだ、わしが峰や荒れ地に松を一本植えるごとに般若業を一貫、唱えたことに由来する。 半若台などの商名がついていた。明治時代には、天津寺神殿が、菅生村と合併し、その後は、向うが岡村川崎市と変遷を遂げていった。その間を通して、行政上菅生の一部であった当地も、平成に入った直後に独立した、住居表示となった。当地に住居表示を施行することになった際、住民の希望が、わしが、峰と、 天皇台の2杯に分裂してしまい、江戸時代の春日大村から取った、菅尾家級とすることで決着させた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。人口推移のグラフ、菅尾家級の人口は以下の表のように推移している。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 川崎市バスは市が峰営業所当地に、川崎市バスは市が峰営業所が所在し、溝口駅、宮前平駅、生田駅など、各方面へ、バスが運行されている。ありがとうございます。